駅前風景、中野駅は、東京都品川区にある、東急電鉄、東京都交通局の駅である。駅所在地は、東急は、中野指定目、都営地下鉄は、東中野二丁目となっている。以下の2社に路線が乗り入れ、相互間の接続駅となっている。大井町線開業時の駅所在地が、江原郡江原町大技中の上であったため、地名から取ったもの。 中野部の由来は明らかにされていないが、古代の平塚里の中心地であったからという説や、江原郡の中心地であったという説などがある。両線の駅出口は道路を挟んで50メートルほど離れており、乗り換えには行動を横断する必要がある。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。改札と各ホームを連絡するエレベーターが設置されている。改札外には、 多機能トイレが設置されている。サービスマネージャー導入駅のため大井町駅から遠隔監視している。乗り場島式ホーム1面2線を有する地下駅である。改札口は2カ所。自動定期券発売機は東急中野駅方面改札口に設置されている。中野部4丁目方面改札口は朝夕のみ係員が配置され、 それ以外の時間帯は遠隔対応となっている。大門駅、つとむ関区五反田駅、つとむ区の管轄。東京都営交通協力会に委託されている。乗り場近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通りである。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。最寄りバス停留所は、 第2京浜上にある中野駅前となる、以下の路線バスが乗り入れ、東急バスにより運行されている。出店、ありがとうございます。